どうも、パフォーマンストレーナーの宋之助です、えー。今回はですね、あの、ベスティさんとか、ベスティさんですね、まあ、この、B <laughs> えー、ビーファーストさんを使ってるので、えー、ちょっと聞きたいことがあって、このちょっと動画作ったんですけど、まあ、あの、僕ね、紅白をね、撮るの忘れちゃったんですよ。もちろん見返すこともできるんですけど、まだちょっとね、あの、仕事が全然落ち着かないんで、見返してないんですけど、ちょっとファーストインプレッションというか、 もう単純に自分の目に映った覚えてることを話したくて。で、まず、今回、えー、シャイニングマン歌いましたね。確か。そうたくめちゃくちゃぶち上げで踊ってなかったですかいや、本当に、ね、すげえ気合いの入り方っていうのもあるんだけども、すごいなと思ったのがあんだけダイナミックに、多分めっちゃ気合入ってたと思うんですよ。 だけど、早撮りはしないわ。いやー、さすが天才やなって思いましたね。うん。超感動した。ってことで、ちょっと今回ね、この動画、僕ね、めっちゃ頭に残ってんすよ。そうたくんのダンスが。そう、で、これと、これもすごいの、ね、よ、これも。 このね、多分深さがもう全然深かったんだよね。ポーン、ンって。やばいなと思ってで。意外と気づいたのが、劉平君って結構背が高いんだね。なんかやっぱ、まあ、あれやっぱね、あの、民放の番組になるとやっぱ綺麗に見えるから、背高いと思って。 すごいっすよね。マラト君も、なんだろう、うちょっとアクセントの付け方とか、なんだろう、うちょっとこうやっぱね、あの、そう君に似てきてるような感じもしますよね、みんなね。みんなってわけじゃないですけど。うん、アクセントの付け方がやっぱ寄ってきますよね。うん、こういったところがね。 こことかもなんか全然全然違いますねやっぱさあの初めて見た時とすごく余裕があるし体の遊び方がすごく増えてるっていうか見てて楽しそうっていうかスキルがえぐえねこことかもね見せ方うまいですよねニュエー君ねこういったところの空間の この脱力のパバってこの足割れたところのここら辺のね残り方の空間の作り方とかうまいっすよねほんとねうんああすんげえかわいらしい顔してるうん そう、だからすげえなと思って。そうたくん、今回そうたくんはすごかったなっていう印象があるんですけど、皆さんどうでしたかねそうたくに持ってかれた感じがしたけどね、気合の入り方がエグい。ファーストさん、本当あの、なんか直に人気あるんだなっていうのは感じますね。 なぜなら僕、茅ヶ崎にいるからですね。ベスティーさん、週に何回見るんだろうっていうぐらい。歩いてますよ。あの、皆さん、これ僕が言っていいのことなのかわかんないですけど、なんでロゴを隠すのかね。<laughs> みんなベ、ベあの、後ろのさ、あの、ネオンの、あの、あれかな、B、この、BMOG だっけ DG だっけわかんないです。このロゴを書いてある黒いバッグあれじゃない最近なんか水色っぽくなったのかなみんななんかね、ロゴ隠してんだよね。隠さなくてもいいんじゃないのと思うんだけど。わからなくもない。僕も推しがいるから。うん。僕とかはね、あんまそういったグッズとか買わないタイプだから。<laughs> ジュノン君の声量がすごいですね。ちょっと感じたけど。 うん。リュウエクの顔がやっぱね、なんかこう、なんだろう、日本人の,の女性の心をくすぐるようなこういったちょっと特徴的なフェイスを持ってるんです,すごく覚えやすいですよね。なので、そうだけどやっぱね、何回も言ってるけど、やっぱ体のストラクチャーがやっぱちょっと不思議なんだよね。足もこの子大きい気がするんだよね。 うん、でね、上司、あの、ね、やっぱ、手足長くて、最近すごく美にこだわってんのかななんか顔がすごく <laughs>、なんか綺麗になってきた気がするそうだよね <laughs>、うん。指も長いしね、こういった指が長いね。うん。 ええー、ええー、あうまいうまい。こういったのもすごい。これね、まあ、BTS さんですよ。これはちょっとね、おまけとしてちょっと流したいと思います。まあ、僕も BTS さんすごい。入り方すごいね。うーえ。 うまいっす。すごいうまいっすよね。りゅうえくんとかのこの、肩の付け方とかね。ちょっと僕とかもな、なんかできないもんな。うーん。やっぱ足先までちゃんと動いてるもんな。うえ。うふふ。うまいよね。うひゃ。こんなことやる、あの、アーティスト過去にいました。 いないっすよね、やっぱね。やっぱそうだくんって、僕パイオニアだと思います、一種の。うん。まあその、アーティストとしての、まあ技術とか、ちょっと僕もそんなところは触れたくないし、よくわかんないからですけど、ダンスっていう視点で考えると、やっぱ今の時代だからこそ、やっぱその、アンダーグラウンドとかでやってたその技術っていうものを、やっぱ表の場で、あの、うまくこう融合して、 引用のその、なんていうんですかね、見せ方っていうのかな。それをすごくこう融合して出して、これからもどんどん出してくるから、本当に、あの、面白いと思いますよ。本当に。なかなかこういうトリッキーな、そのポッピンの使い方って、まあ、投資って言うんですけど、すごくあの、そうだくんの配慮投資って、バイブレからダらーってこう、ダらーってこう下から上にかかっていく動きが結構、 結構、なんていうのがよく見るんですけども、やっぱそれはもう本当に、なんだろう、バトルとかで見るような、そういったもう動きで、まあ僕とかがね、よく好きで見てるような映像が、なんていうんだろう、アーティストの子の中で出すっていうのは、なんかすごくいい時代になってきてるなってのはありますよね。 エクザイルさんでもここまでやる人はいなかった。僕エクザイルさんすごく好きだったんで。エクザイルさんってベースやっぱニュージャックスイングっていうのもあるし、難しいですよ。やっぱり、その違った面で。フォーシングのこのハンドだったりとか、まあ、ヒロさんとかすごくもう、うまいですけど、うん、また違った。で、あの、やっぱこう時代とともにね、例えばアキラさんがクランプ持ってくるとか、ガンちゃんがね、クランプ、 もやったりとか、あとまあ、そのクランプのソロでこうガンガン入れてきたメンディーくんとかだね。そう。で、メンディーくんですらもやっぱ大学生からダンス始めた。だから、あんまりそう関係ないんですよね。歴とかね。やっぱどれだけ人に見てもらうかっていう、見てもらえて評価してもらえるかっていう、その能力がまず多分アーティストでは重要なんで。そこからはね、どう吸収してアウトプットできるかっていう世界だから。うん。だからこれから、ね、ソうたくんも、 多分、どん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 いろんな世界を見せてくれそうで、本当とリバー,ースだ。面白いですよね。なんかね、時々ね、ここでそれ入れるかって、やっぱ動き見せてくれるから。ぐ <laughs> ふ <laughs> 後半これでね、それ最後、これ、剣玉。これ、あの、皆さんには、その、情報の提供として、あの、 あと、もし、これから皆さんが、えー、お子さんがいたりとか、もしくは体育指導に携わってるとか、その、わかんないです。でも、なんだろう、なんとなく知ってるけど、教え方がわからないとか、見方がわからないっていう方は、ちょっとこっから、ちょっとね、今、b ー s t さんのそうたくんが、そうたくんだけじゃないと思います。全員がこれできるんだけど、たまたまそうたくんこれやってたんで、あの、 剣玉の技術はすごいと思うし、もう,もうそこら辺は天、もういろいろ天才だと思うから、そこに関してはちょっと言わないです。ただ、やっぱり、体の使い方が、まあ僕が常に言なんで、その、 ダンスっていうのは大好き。ずっともう中学校、高校から大好きで見てるし、で、20代からもまあちょろちょろやってるんで、ダンスのことに関してはまたちょっと置いておいて、体の使い方ですね。僕パフォーマンスのトレーニングのあの、チャンネルをやっているので、そのパフォーマンスってことを考えたときに力を吸収する力っていうところの、これ全部集まってるんで見ていただきたいんですけども、 これわかります全部股関節ここまで深くキャッチングしてるんですよ。これ。はい。この股関節、これ膝全くシフトって言って抜けないで、脊柱のアライメント変えずに、そう、減速しながら、こういう風に、球をキャッチする。わかるかなこれが、いわゆる、この、 感電の重心の移動と吸収なんですね。からの、これ発揮もしてんですね。そう。だからこういうふうに、股関節、結構コメント出ないです。股関節が柔らかくなるとか、硬くなるとか、正直、ま、硬くなるのは問題ですけど、柔らかいから、だから何っていうことなんです。人間の生活上。その柔らかい股関節を、我々はコントロールして使わない限りは意味がないんですよ。 つまり使えなきゃ意味がない。よく筋肉マッチョの人使えないって言いますよね。でも我々の世界では逆転もあって、その緩い関節は使えねえよっていう。で、そういう、だからあるんです。使えねえ関節もあるんで、緩かろうが硬かろうが使えたらいいっていう話。使える使えないっていうのは怪我をしなきゃいいっていう話ですね。だからよく映画のこと英語の言葉でその パワーだったり、フレキシビリティだったり、そこにディ,ールディールって言って依存して動くんじゃなくてシステムです。人間のシステムにディールして動くっていうことがいかに最小のエネルギーで爆発的に動けるかっていうことにつながるんですよね。少ないエネルギー、少ないストレスでダイナミックに長く動く。これが今後健康に生きていく上で 重要な、まあ、一つのポイントです。関節を健康に維持するっていうこと。関、関節を健康に維持するっていうことは、その関節を正しく動かすためのシステムを構築するっていうことが重要なんですよね。だから、僕はこの、まあ、正月のね、エクササイズ動画見ていただいたらわかると思うんですが、股関節とかスクワットとかランジに依存して、皆さんに少しだけ情報を提供しました。でもこれはベースなんです。 なんでかっていうと、筋力、そして関節の位置関係の認知度、そして持久力、そこをちゃんと把握するっていうことと、あとはその持久力がないと、実はパフォーマンストレーニングとかにシフトしていけないんです。だから基盤なんですね。よくあの全身のパフォーマンスを鍛えていく運動につなげたいんですけども、自分の足の位置関係がわからない。 で、幅はどうだ角度はどうだそんなことをずっと言われていると、先進めないんです。あとは、そればっかり言われて、足にフォーカスしちゃうでしょ。一年中足にフォーカスしてったら、我々足だけで生きてないんで、上半身とうまく統合して、実は上半身の力のデリバー、例えば、走る、歩く。走るだね、特に。60%ぐらいが、 上半身からの力のアウトプットって言われてるぐらいなんです。ね。皆さんピンとくるかわからないんですけども、筋力とかじゃないんですね。体の使い方として。だからこう、こういったのは、その知っておくべきなんですよね。で、やっぱ今後、次の世代にそういった、ちゃんと大人が伝えられる、そうそうそういった大人が増えていくことを願うしかないです。 今のこの状態だと何が起きるかっていうと、二十歳三十歳で、まあ、例えば今の小学校、中学校の子たちが20、二十歳三十歳ぐらい、社会人ついた頃には、病院に通わないといけないぐらい、謎の関節が来るっていうふうに予測できます。そう、だから僕も今、中高、あの、高校生とか指導してますけども、まあ、大変です。はい。まあ、大変。情報はいっぱいあるからね。 情報はいっぱいあるの、今。どうやって筋肉つけるとか、ね、いろいろ動画見てくるわけです。これが、いつも言ってるように、目で見る情報と、自分で経験をして、言葉に出して、その経験をちゃんと話すっていうこと。見て話すこと、経験で話すこと、これは全く違うもんなんで。そう。価値もそうだし、先へ進む情報もそうなんだけど、そう、だからちゃんと自分の体を使って、 脳でダメなのか、いいのか、できなかったか、できたのか、ちゃんと把握する、認知して、人に伝える言葉のアウトプットをして、そこからのフィードバックをどうインプットして、またそれを体で練ってどうやってアウトプットするか。ここまでがトレーニングなんですよね。そのトレーナーっていう人とクライアントっていう人の会話の一つなんです。ここまでいかないと、僕だけが喋る、伝えるってことは全然ない。 この人がやったことをただ伝える。これも全然だキャッチボールがこうずっと循環していくからこそ会話が成り立つので。そう。だからぜひあの皆さんも自分の体を使ってですね。はい。で、やっぱりこういうの見てもらったらわかるんですけど、やっぱ一流の子たちっていうのはそういうことを言わなくても、すごく感覚的に体をどう使ったら何かが安定するか。上司に持ってるものが安定するかっていうのを脊柱壊さないですよね。アライメントね。 うんだ僕はこういうのが見たいんです。ダンスのスキルとかはいくらでも騙せるんで、なぜならカメラって一つの面でしか見えない、正直。そう。 でも、これすごくいいのが、剣玉っていう、普段かかっていない負荷だったり、能力だったり、アウトプットなんで、そう。でも、身体の能力っていうものを体が自然とこう認知している人っていうのは自由に使えるんですよ。だから多分すごくいろんなことができるかなと思いますね。はい。まあ、今回はちょっとね、いろんな話になりましたけどとにかく BEFIRST さんですね。すごく今年も楽しみですね。 また何かいい動画があったらぜひシェアしてください。それでは。